2018年12月30日の15時、突然始まった電車で GO プロ仕様を全クリする耐久生放送。メモリーカードを差し忘れたり、家のブレーカーが落ちたり、様々な目に遭い、結局年内クリアはできずに幕を閉じた。そして皆さんお待ちかねの罰ゲームは、電車で GO プロ仕様に収録されている路線を乗りに行くこと。そんな一人で始めて、一人で戦い、一人で死んでいく企画。人はそれを、電車でごとくと呼ぶ。感情の旅101話をご覧になった方ならわかると思いますが、感情の旅をしつつ、耐久生放送の罰ゲーム区間を乗り倒しております。前回の電車でごとくは奥羽線、田沢湖線、東北新幹線の罰ゲーム区間を完乗しましたので、今回は北北線、上越線を攻めます。このノロマな編集者のせいで、罰ゲームは平成に終わらず、平成でやり残した宿題を令和にまで持ってくる、長期休み中に宿題を全く片付けない病気は、小学生の時から治っておりません。さて、ここからは毎度恒例、ゲーム画面とリアルの世界を見比べてみましょう。黒い駅を通過。2015年3月までは、北北線直通の全列車が黒い駅を通過していましたが、現在は一部の列車が停車するようになりました。ゲーム画面と現実の世界を比較すると、大きな変化はなく忠実に再現されており、さすが台東さんと言えます。黒い駅を通過した後、列車は右に大きくカーブ、その後長いストレートが犀潟駅まで続いていますが、ゲームでは現実世界に比べて大幅にカットしています。まもなく、犀潟です。ご利用ありがとうございます。ここの制限45は、当然現実世界にも存在していますが、現実世界では ATSP で制限がかけられているので、万が一速度をオーバーしても自動で制御されるシステムになっています。ここは制限速度違反したら、持ち時間が減点されるだけのゲームの世界とは違いますね。出発すると、新越線と分かれて北北線に入ります。ゲームでは制限90になっていますが、現実では制限は60と、微妙な違いが生まれています。ゲームの世界では制限90から110に変わり、制限解除になりますが、現実世界でも同じです。速度制限標識にご注目。駅です。お出口は一番前のドア1カ所。首木駅に到着。開業当時は首木という村がありましたが、今は上越市に吸収され、上越市の首木区に属しています。と思いますが、北北線内の信号機は5灯式です。2015年3月まで、特急はくたかが時速160キロで走行していたため、時速130キロ以上の走行を許可する高速進行源時、つまり緑2灯の点灯を行うため、5灯式が用いられております。現在は、普通列車の最高速度が110キロに抑えられているため、高速進行源時を北北線で見ることはできません。ゲームでは大池憩いの森を通過していますが、現実世界では普通列車に乗車しているので停車します。まもなく、大池憩いの森です。お出口は、一番前のドア1カ所です。大池憩いの森駅に到着。乗車人員は1日あたり13人前後。付近には大池という文字通りの大きい池と小さい集落があるのみ、それに反して駅舎、ホームともに立派な設備が整っております。3キロもあるのに1分以内で停車しなければならないという、初級にしては鬼畜ダイヤが待ち受けています。それでも九州にいるあいつよりはマシなんだよなぁ。虫川大杉です。お出口は一番前のドア1カ所です。切符は運賃箱にお入れください。ご利用ありがとうございました。虫川大杉に到着。1番線が9両編成まで対応できるのは、はくたかの臨時停車、急行スプールが虫川大杉に停車していたため、駅名の虫川大杉は、駅近くにある白山神社境内に立つ、国指定の天然記念物である、虫川の大杉にちなんでいる。もう腕が限界、全面展望はここまで。いくら軽いマイクロフォーサーズでも、10分以上顔の前で手持ちするのは、撮影というか筋トレというべき。1行目のボタンを押すと、ドアが開きます。なんていうかすごい駅だな。神秘的というか、うん、あやっほースーターやっぱりパイン入りだよな。はい北北大島です。電車でGOでは駅の外は見れませんが、駅の外はこんな感じになっております。はい、まあ白鷹号が運行されている時でもこの列車は全ての列車が通過していたので、まあ北陸新幹線が運行された後と前ではそんなに、変わりはないとこですね。北北大島というのは北北線というものから、そしてここら辺の地域の大島というものを取って出来上がりました。はい、北北大島という駅に着きました。電車でGOやったことある人は絶対わかると思います。ホクホクしてるね。ですね、あそこ分かりますでしょうか。ちょっとズームします。鍋立山トンネルって書いてあります。総延長9キロの129メートルの50、まあおよそ9キロぐらいのトンネルなんですけれども、この鍋立山トンネルはですね、実はとんでもない歴史があるんです。北北線には今超快速っていうものが運行されてますけど、つい数年前超低速っていう、列車が運行されたことあるんですけれども、その列車に乗ったことある人だったらわかると思います。実はですね、この鍋立山トンネルは、青函トンネルよりも、実は時間がかかって出来上がったトンネルなんです。建設期間が、青函トンネルよりも長いんですね。嘘のようで本当の話。世の中には一見普通に見えたり可愛く見えたりするものほど深い歴史がある。鍋立山トンネルもそれに当てはまるかもしれません。それでは少しだけその歴史の紐を解いていきましょう。このトンネルさ、鍋立山トンネルっていうんだけど、建設開始が1973年、そして完成したのが1995年だから22年かかってる。で開通したのがそのさらに2年後の97年ってことだから、開通させるまでに24年間かかったってわけ。それにしちゃう。でさらにこれ9キロしかないわけ。青函トンネルは何十キロって、50キロ近くあるのに、50キロあるにもかかわらず9キロしかないこの鍋立山トンネルになぜそんなにかかったかっていうと、そう、毒ガスなんですよ。まあ正式に言うと毒ガスと言われるかどうかはわからないけれども、この山あるでしょ。この山の上、煙突が、大きい煙突がこの9キロの中に2つあるんですよ。じゃあ Google マップで見てみますか。それがね見れないんだよ。あまりにもさ、密林地帯でね煙突が隠れちゃってんだ。ただ片方は小さい、片方はものすごくでかい。なんつうだろう、人立っても全然、人多分大人6人分ぐらいの高さって聞いたんだよね。銭湯みたいな。まあそれに近いかも。その煙突を通じて今もなお毒ガスが出ているってこと？いやそうじゃないの。あ、掘る時だけのための、そう、掘る時に毒ガスが出るかもしれないということで煙突も作って、もしかしたら仮に何かがあったらこの煙突からも毒ガスが出るわけでしょ。ガスが出るわけでしょ。そう、ガスが排出できるようにしてるわけ。実はこのトンネル本当に世界的にも稀らしいね。うん、世界的にもなんかガスで苦しめられたトンネルっていうのは前例があまりなかったらしい。じゃあもう結局、もうせっかくここまで苦労してやったんだから、何かにもうちょっとなんかすごい有効活用してほしいと。ちなみにこの総工費300億円かかってます。果たして300億円ぐらいの価値はあったのかどうかと言われたら、でさらにこの北北線のこの架線とか設備とか見ると、これもう新幹線とかもうこのままスカイライナー通してもいいんじゃねえかっていうぐらいだよね。しかもこれ開通したのが97年ってことだから、白鷹が引退したのって、在来線の白鷹って2015年あたりだよね。あ、そうだ、15年だよね。ってなると20年もないよね。97年開通、15年白鷹廃止、20年も使われてない。20年しか使われてないのに、24年間かかったトンネルとんでもないよね。おいおいおい、お前久しぶりだなお前久しぶりだな。おい、電車の生首がちょっと土の圧力がものすごく高いので、押し戻されて破壊されたんですよね、ボーリングマシーンが。ボーリングマシーンは破壊するほどの圧力がかかったんですね。